ハッピリーは、アイルランドの競争馬。主な勝ち倉は2017年の、モイグレアスタッドステークス、ジャンリュック・ラガル・レール賞。おじに、名はジャイアンツ・コーズウェイ、前兄に、A2000 ギニーなど、G1.4 賞のクレイン・イーグルス、全員に、アイセンギニー・ウママ・ベラス、前妹に、フツオークスはジョアン・オブアークがいる両決馬である。2017年6月に、 レッパーズタウン競馬場でデビュー。初戦こそ7着に敗れたが、2戦目で勝ち上がると、3戦目のシルバーフラッシュステークスで重賞初制覇。デビュータントステークス2着を挟んで、モイグレアスタットステークスで、ドナカオブライエンを背に、両馬マジカルに競り勝ち、G1 初制覇。次戦には、フランスの2歳最強馬決定戦、ジャンリュック・ラガルデール賞が選ばれ、 ライアン・ムーアとのコンビで解消。シーズン最終戦には、米国のブリーダーズカップジュベナイルフィリーズターフが選ばれたが、一番人気を裏切り、最下位の14着と大敗した。それでも、ボバ混合レースを含む、愛物での G1 連勝が評価され、同年のカルティエ賞最優秀2歳品馬に選出された。2018年は、A 戦技に、 アイセンギニーもに3着と勝ちきれず、ディアノショーでは直線で挟まれる不利もあって4着に敗れた。ベルモントオークス招待ステークスへの参戦プランも浮上していたが、これを回避してエクリプスステークスでボバ1000級に挑戦し、5着となった。秋には、 サンチャリオットステークスでローレンスに頭さまで詰め寄って2着になるなど副調を示したが結局3歳児は勝ち星を挙げることができなかった2年連続の米国遠征となったブリーダーズカップマイルで5着となり同レースを最後に現役を引退した以下の内容はレーシングポストの情報に基づくクールモアスタッドがディープインパクトの血を求めて日本に送り込んだマインディングや ウィンターラに続き、2019年から予託馬として、日本に輸入された。ありがとうございます。